アレッシャンドレ・タデウガ・アロは、ブラジル・サンパウロ州、リベイラン・プレト出身の元サッカー選手、サッカー指導者。厳しいマークを得意とする潰し屋タイプのボランチで、19歳の時に、ボタフォゴ SP でプロ入りして以来ブラジル国内のクラブでキャリアを重ね、所属したすべてのチームでキャプテンを務めた。1992年からサントス FC に在籍。 同クラブにおける1995年の全国、選手権、準決勝、フルミネンセ戦は、現役時代で最も思い入れのある試合であり、また、同選手権のパルメイラス戦は、カフー、アントニオ・カルロス・ザーゴ、リバウド、エジンソン、ミューレルを要する相手に1から0で勝利した最も、ハードな試合だったと述べている。1999年に、バウディールとのトレードで移籍した。 アトレチコ・ミネイロでは特にギリエル・メと親しかった。2002年から指導者としての活動を始め、カルロス・アルベルト・パレーラの下でアシスタントコーチを務めた。その後もバンデルレ・レールシェンブルゴに支持するなど国内でキャリアを重ね、2005年にはポルトゥゲーザにおいて監督に就任。同年、ルシェンブルゴから自身が監督を務めるレアル・マドリードの コーチ就任を打診されたが誇示している。2006年、J リーグ FC 東京の監督に就任。自身初の海外指導経験であり、FC 東京にとっても、クラブ初の外国籍監督だった。ガーロはボール保持率を高めて短いパスで相手を崩す、サッカーを施行し、選手やクラブ首脳から好意的に受け止められていたが、J リーグ参入以前より、 カウンターや速攻で結果を残してきたチームには、ガーロの戦術を熟成させるための土台が乏しく、結果が思うように出ない中で、チームに迷いが生じた。さらに不勝離脱選手の続出やスリーバックへのシステム変更なども伴ってチームは混迷。ある程度の勝ち点は積み重ねたものの、試合内容について、サポーターからも批判の声が上がるようになり、同年8月には、 監督を解任された。ガーロの全民監督であった原広美はチームの真面目さが裏目に出た。ガーロは慎重に指揮していたが思い切りよく開き直らせた方が良かったと評している。ブラジルへ帰国後2007年4月にブラジルの SC インテルナシオナルの監督に就任。同年のレコパスダメリカーナを制した。その後フィゲーレンセ府 C アトレチコミネイロで それぞれ監督として指揮を取った。2009年には EC バイーアで監督を務めている。2013年、ブラジルサッカー連盟の育成部コーディネーターとして U-20 及び U-17 のブラジル代表監督に就いた。同年のトゥーロン国際大会では U-20 代表を優勝に導いた。2014年には同大会を連覇。 2016年開催のリオデジャネイロオリンピックに望む U-23 代表監督として予定されていたがワールドカップ以降に CB 会入りしたドゥンガやジルマールと意見を違えたことや2015年南米ユース選手権を4位に終わったことによって批判が強まり同年5月に退任2016年秋以降のアメリカ滞在及びイングランドやスペイン等での視察を経て 2017年6月にデイアン・ペトコビッチから指名され、EC ビトーリア監督に就任。2011年、アルアイニ FC 監督時、ありがとうございます。